テテ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 ハロロー、ヒロヒロー、はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロクでーす。はい、ね、まあ、12月もなり、まあ、早速なんですけど、まあ、今までね、まあ、言ってなかったんですけど、まあ、ファンの皆さんね、僕、ちょっと、まあ、ちょっと、今、ここでもう、ちょっと、はっきり言いたいと思います。僕ね、実はね、潔癖症なんですよ。ね、まあその話をね、したいと思います。まあ潔癖症。要は、まあ綺麗好きなんですけど、まあ、僕、ね、まあ血液型大型で、ちょっと大雑把なんですけど、まあそこの部分ね、話したいと思います。今回は、ファンの皆さん、今見ているあなたたちに、人気 YouTuber ヒロクがね、ちょっと話したいと思います。それではね、潔癖症の話をしたいと思います。僕ね、実は、まあ、ちっちゃい頃から、もう、潔癖症、まあ、じゃなかったんですよ。まあ、昔は、汚かったり、そういう、ちょっとぐらい汚れたり、ちょっと平気で、まあ、ちょっと大雑把で、小中高と渡ってきたんですけど、まあ、ここ最近になってから、もう、部屋がもう綺麗になって、僕、まあ、実は血液型が O 型なんですよ。O!O 型なんですよ。で、普通だったら O 型っていうのは大雑把じゃん。大雑把じゃないですか。O 型は。もうどうでもいい、どうでもいい。ヘイヘイヘイ、どうでもいい。ヘイ、どうでもいい。使わない。で、まあ、大雑把なんですけど、まあ、で、まあ、はげそう。見てみちゃう。で、そこで、今回は、で、そこで、最近になってから、僕、綺麗好き、もう潔癖症になったんですよ。で、昨日、おとつい、まあ、先週のもう、ちょっと曜日が、まあ忘れたんですけど、まあ先週からちょっと、潔癖症になってしまって、ちょっとね、綺麗好きなんですけど、僕ね、血液型が O 型なんですよ。で、O 型なのに大雑把じゃないですか。で、僕綺麗好きなんですよ。で、部屋も綺麗にして、まあちょっとね、まあ、シャツももう、この、まあ綺麗好き、もう細かいところがね、すっごいもう嫌いなんですよ。で、まあ僕が今まで、まあ、人生歩んできた中で、幼い頃から、ちょっと、もう、小、中、高にわたって来たんですけど、今まで、僕、綺麗好きとか、潔癖症とか、なったことないんですよ。で、昔はね、昔の自分を言いますと、昔の自分は、細かい汚れとか、大雑把な汚れとか、もう大雑把なんですよ。もう適当。もうとにかく適当だったんですよ。で、一番やらかしたのが、僕が中学校になると、人のものをね、ちょっと、ゴミ箱に全部捨てたんですよ。人の教科書とか、筆箱とか、ノートとか、もう全部ゴミ箱に捨てたんですよ。まあ、どうでもいいやって。それ、まあ、普通だったら机に、置くんですけど、僕ちょっと大雑把なんで、ちょっと全部ゴミ箱に捨てました。ポイポイと、あ、どうでもいい、どうでもいいって。まあそういう記憶があって、ちょっとね、まあ高校を卒業して、今、まあ、社会人になってるんですけど、まあ、社会人になったところで、急に、綺麗好きになったというわけ。まあ綺麗好きになったきっかけは、潔癖症になったきっかけは、まあどっちもいいんですけど、潔癖症になったきっかけは、以前僕ちょっと部屋を、まあ綺麗にしたんですよ。で、今撮っている撮影場所もかかわらず、部屋を綺麗にしたんですよ。で、新しい自分を乗り越えようということで、もう昔の自分は捨てて、新しい自分へ生き乗り越えようというわけで、まあ、そこからもう潔癖症とかもう、いちいちね、僕、まあ、帰ってきてから、もう汚れて、もういちいち手を洗わないといけない。で、シャンプーがもったいない。まあ、また新しいシャンプー買うんですけど、そういうぐらい、もうちょっと、細かいところがもうダメ。もう、服とか汚れとか、もうすぐ洗濯機出して、もう全部ダメ。
は最近になってからもう潔癖症になりました。潔癖症になった男です、もう昔と違って。で、だいたい一つ言えるのが、僕血液型が O 型なんですよ。 O 型なんですよ。で、 O 型ってよく大雑把とか言うじゃないですか、 AB 型とか C 型とかで。僕よく言われるのが、みんなによく言われるのが O 型じゃなくて A 型なんですよ。僕几帳面ですよ。とにかく細かいとこ、細かいとこが几帳面、細かいところが几帳面で、もういちいちみんなから言われるんですよ。血液型 A 型 A 型ってみんなから言われるんですよ。で、僕本当は O 型、僕本当は何型って聞かれるんですよ。そしたら僕は A 型って、まあ大体ね、昔は O 型だったんですよ。まあちっちゃい頃から。で、O 型から A 型に変わったんですよね、血液型ね。で、今 A 型になりました。僕血液型は A 型です。 A 型、B 型、 C 型、E 型、 LCY 型、ガタガタ、逆にガタガタだっておかしいやろ。はい、そんなわけでね、最後はね、僕が本当に潔癖症か証拠を見せたいと思います。それではどうぞ、潔癖症証拠、3、2、1、GO。 はい、ゴー。もうなんとなくね、全体見ますと、ほら、綺麗、もう何もかも綺麗、もう綺麗、綺麗、もうね、カーテンも変えたんですよ。カーテンも2つとも変えたんですよ。これ緑、グリーンカラー、カーテンも変えたんですよ。でも、あとこのタンスエリアなんですけど、まあ、ここも変わりますね。ゲーム、まあいろんなゲームで、ほら、おもちゃとかそういう。で、ここにおもちゃで、このネクタイで、僕が今撮っている撮影場所、すごい、もう綺麗好き。もう僕ね、大体綺麗好きなんですよ、はっきり言うけど。ほら、すごい。はい、これで正真正銘の綺麗好き。